さあ今回こそは逃げていく。はい、よろしくお願いします。あっとすいません、早速なんですが、あーやべえ、はい、お離れてるよ、離れてるよ今回は。あ、破滅がついそう、これ。はい、私破滅の前にいるんで。あー、バレたすいません、挨拶の前にすいません、はい、本当。いや、まあ、しゃあない。あ、どうぞどうぞ、すいませんということは今、ネアとかの近くいました。あ、わかんないです。あ、やばい、やばい、サバイバ今、私、真ん中の小屋にいます。真ん中の小屋、ということは、はい、こっち来たやん、ビリッとすいません、やっと喋れるようになりました、すいませんあかん、今のほんま怖かった。ということは近くにあるってことか、破滅のトーテム。そうですね、結構すごい。やばいな。これはケイトさんですかね。ケイトかネアっすね。私じゃない。ケイトですね、ケイト。あれ、破滅の通ってるのこの辺りか。おお。これ分かります？分かんないっす。あのトーテムどれかっていうのは、はい、あ、そっかもうそっちも光ってるってことですか。はい、はい、外れです、外れです、それどういうこと。そのそれ壊したら、あの何秒間、60秒間かちょっと時間忘れたんですけど、一撃でやられます。はい、これが多分正解ですこっち来たー。お、当てた。でもめっちゃ追いかけられとる。あ、そうっす、一撃でやられますよ、まだあのドクロマーク、うん、いや、今のはちょっとあの逃げた方向が悪かったっすね。いい具合にキラースタンはできたんですよ。じゃあキラースタンできたの私初めてですよ。あ、マジですか。はい、いい感じに当たってくれたっすね。でそっから逃げた先に、はい、あの何もなかったっすね。今助けに行くぞ。あ、え、この後ろにのテルさんですか。私です。パッと見はいないですね。はい、おっしゃ、こっち直してあげましょう。はい、はいここがいいかな。はい、はい、ここで、はい、あ、ちょっとか、破滅はもう壊れましたよね。はい、壊しました。私のが正解だったみたい。いや、問題です、問題です。あ、オッケー伊勢さん、これあげますよ、これ。はい、いい、いや、いいっすよ、いいっすよ。あ、持ってない、あ、そんですか。はいいや、爆竹、それちょっとネタで渡しただけなんですいません。私にやられるってこれちゃんと返すってことですか。はい、返しますよ、返しますよ、返しますよ。さてこれ助けに行くのはまだ怖い。あ、これ直しますか、とりあえず発電機。これ誰かやってる時なんで。で、再び一気に直しつつあ、来てますね。来ますね、逃げますか。来てますね、逃げますどこにいる。あ、やばい、私無事です。あ、近くいる、いる、いますよ、私の目の前に。マジか。あ、でも見つかったかも。見つかってた。しなやか、つえー、早かった。でもしっかり見つかっている。よいしゃ、この方向に行けば
お、いけば。しなやか発砲。オッケー、おお、オッケー。2台倒りました。あー、今見失ったと思ったんですけど、ね、スピリット爆竹は使いましたか。あ、忘れてた、忘れてた。これ2回目、俺2回目ですよね。2回目っすね、やばいな。おらな、ね、私そこにだ、よし、目の前にいるんで。やばいな、やばいな。え、マジでマジっすか、マジっすか、マジっすか。どこだ、どこ。しゃが、これです、これです。あ、はいはいはい、言いましたね。やばい、行きますよ、助けますよ。はいはい、こっちに隠れさせてください。セルフケア持ってますか。いや、持ってないですよ、だから。よし、気持ちよくさせてやろう。どこ、あ、そっち。あ、はい、あ、そ、見えます、発電機あるし。そ、あ、そっち降りました。はい、はい、こっち、こっちおいでよ。はい、はい、行きますよ、行きますよ、行きますよ。はい、お願いします。ほら、あ、よし。動いちゃ、ほら。あー、アカウントです。あー、でもあと発電機3つか。3つですよ。もう地面がトマトソースだらけになってるぜ。あ、来た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 。やばい。あ、いや、しゃがんでれば多分バレないです。いや、こっち来る流れだ。オッケー。ケアなんとか終わったんす。あ、これそこいた方がいいですよ。ですね。で、とりあえずあのカラス帽子。はい。ちょっと軽く動いてる感じで。行きます。はい。あ、もう、いなくなりました。オッケー。伊勢さん、その窓から逃げれば、しなやか発動するでしょ。あ、ですね。ですね。ポジション的にはいいですね。ポジション的には。最高っす。もう一人はネアですかね、多分。ネアですね。じゃあ、オッケー。オッケー。で、私はさっきの角に隠れる。あ、あ、遠い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 。はい、今しっかり。警戒できましたね、私は。おお、発電機は直ってる。お、ネアと合流。あ、私テルさんと合流だ。はい、ほら同じ方向。あ、でも発電機が近くに。鍵ゲット。え、ピンクの鍵ゲット。あ、いいんじゃないですか。はい、今一人が、あ、ごめんなさい、やられた、一人見えないな。お、どこで倒れましたか。見えない。ちょうど反対側。あ、おった、いました、いました。あっちゃ、やっちゃった。2回目か。2回目。2回目ということは、あ、来た来た。あ、死んだ。あ、こっち来る。はい、もう発電機直やってる今。危ないっすよ、もう。ですね。おお、心音が。そっちに行きました。はい。真ん中の、今のうちに私は。別のところの発電機。はい、どちらかで私が狙われやすいんですけどね。まず1回なんで。おっと、まずいですね。怖いな。
うん、こっち来たっすね。いや、あのスピリッツ若干まだうまくないのかな。同じとこを2箇所壊してた。そうですね、テレさんこっち来たじゃないですか。あ、これでバレてない。動かない方がいいですよ多分これ。あ、もう板とか使いまくってください。いや、ですね、近くなのバレそうですもんね。はい、今私伊勢さんも。よし、離れていった。お、あ、これ戻ってくるパターンや。はい、私伊勢さんの真後ろめちゃくちゃ走ってるんですけど。あ、バレちゃ、あ、こっちバレちったよっしゃ、ではあらへんポーチ、こっちを直す。それも強力プレイ、大胆がついたけど。はい、でもここよく考えたらですね。ああ、はい、テレさーん、近い近い、でも半分はこれで治った。あ、そこ釣ったか。やっぱりか、こっち来たー、よいしょー、死なばものとも。伊勢さん逃げてくれやばいやばい。これはドキドキ、逃げてくれ、伊勢さん、ドキドキ。いや、私は今の正解だと思ってるんで、逃がすためのプレーなんで、もう。ありがとうございます。あれ？来た来た来た。そっち行ってます？はい。あ、いなくなりました。意外と戻ってきてる可能性はあります。いや、こっち来てますよ。あ、来てます。こっちヘルプ回れます？もう自己回復やってるんで。今やってます。はい。そっち側に行ってます。そっち側行ってますよ。はい。やべ、やべ。よいしょ。ああ、あとは血の跡に気づかれなければ。了解です。オッケー、こっち見失ったぞ、こっち見失ったぞ。マジですか。よし、はい、なんで隅っこを移動しつつ、テレさんの方向へ、はい、そのまま治療までしたいですね、そのまま。はい、よし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 、オッケーです、オッケーです、よし、ナイスです。あ、ドキドキする。ドキドキ、こっからが問題ですよ。来た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 、よし、おほほほ、怖っ。私の死今怖かった。うん、そこの発電機直しましょう、はい、一気に今反対側向かったっす。おお、あ、テレさん鍵持ってましたよね。鍵持ってるんですよ。で、これ直したら、はい、ハッチ、多分ハッチが来たか。来た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 。いや、でも逃げられるはずです。
大きな発電機を優先してから壊してるんで、ほら。ええ。めっちゃ怖いんですけど、こっちは。オッケー。まだハッチないっすよね。バーン！バーン！伊勢さん！うわあ。怖い怖い。あれ、連れてきたかも。やべ、よし上げ、2匹だ。とりあえず、ハッチをなんとか見つけないことには、はい、ちょっと待ってください。今、生存者2人、3つ。確か、ハッチって生存者の、はい、あのプラス1個やなかったですかね、ハッチ。でしたかね。もうじき治るのに。もうじき治るのに。ああ、切られた。やばい、これまずい。地下にハッチができることってあります？いや、地下はないんですよね。地下の小屋ならあります。あった、ハッチ。マジで？はい。どこだ？小屋です、小屋。あの、見つかった！伊勢さん、あの、宝物、あ、そこです、そこ。そこハッチあるでしょ。今、ハッチ開くんで。音聞いてください。すか音プーって聞こえません。プレさんが見えない。もういます。もう、はい、もうもう入りました。そこの小屋の右側です。これ右側、右、あ、そう、右、右。音聞こえないですか。音聞こえていますよ。もうそこじゃないですよ。あ、終わった。終わりました。いや、でも開けばワンチャン。ワンチャンあります。見つかったな。これはダメだと思う。爆竹、爆竹。あっ、爆竹。おお、ペイさんとこれを見せするべきだったか。いや、もうハッチの真横を通ってましたけどね。え、マジっすか。はい、あの、後で 見返してください。はい。最後、あ、多分あの探し出してからポンって出してるはずっすよ、ここって。追いかけられてる時に。わあ、全然気づかなかったっすね。いや、惜しかった。惜しかったですね。次か。あと1戦ですね。今日はあと1戦ですね。あと1戦しましょう。あと1戦いきます？いきましょう。ですね。はい。はい、では、次の試合に期待されてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメント、お待ちしております。お待ちしてます。では、ご視聴ありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。